はい、皆さん、こんばんにちは。そして、いらっしゃいます。はい、浅田くめけです。それじゃね、メタルギアサバイブ続きやってきます。まあ、前回はえらい目にあったわな、ぐらいか。まあ、ちょっとここら辺をね、探索していきたいなと思うんだけど、前のエリアとは違うのか。ちょっとこれやっていこうかな。どうかね。ちょっと待って。こんなところかな。あ、そうそうそう。新しいね。まあ、ワンダラー、トラッパーだっけ？トリッパーだっけ？ なんかそんなようなやつだ。出てきたりとか、あと、アーマードが出るんじゃない？硬いやつね。あの硬いやつが出てくんだよな。ちょっとゴールデンを取らせてくれ。てか、前の拠点ってこれ多分戻れるのかな？戻れるとは思うけどね。あいつもう、あいつ、あっちなんだよね。ここトンネルくぐんないといけないのかな。まあ、普通に見つかるよね。まあ、思ったんだけどさ。ヤギちゃん、ミスるいすぎじゃない？カシミヤじゃん。カシミヤのヤギじゃん。カシミヤの川やで。いいね。なんで今度失敗しちゃったのかしら。うまい、巻いたな。うまく巻いたけど。他は、いる？いないよね。カシミヤちゃんはいるかな？いないかな。あいた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 。そんないるやないの、そこに。ヤギちゃん、ヤギちゃんゲットです。カードンがある。あー、いっぱいあるな。ポリタンクもあるね。やべえ。所持重量が。すぐ所持重量オーバーしちゃうな。すぐ所持重量オーバーしちゃうな。後ろ側から来たぜ。ねえ、19だと。結構強いですよ。ああ、鉄を入手しろって言われたから。やったやったやった。どうかなこれ。あ、オーダークリアしたよ。あれ？また？またか。じゃあもう次よ、ここに。行ってみるか。なんか、下にあるね。下？下？よしよし。ああ、下手くそ。ダメだな、なんだろう。そうそうそう、パン。よっ。一体そこにいたが、ふっ、よし、オッケー。カラクル羊、あれはカラクル羊になっちゃった。
カシミヤのヤギいるな。まあいいか。とっとと行きまーす。タラゴンだ。ファイブだといっぱい手に入るんだけどね、タラゴン。あ、嘘。霧の中入るのか。マジかよ。あ、ちょ、待て待て。あ、出た、こいつ。グラバーだ。新種の草かと思ったら、なんか違った。ん？ああ、そこ？なんか物資が落ちてきた。いいね。さて、どうしようか。あ、またき。お前もふざけんなよ。周りをよく見るべきだよね。しょうがねえ。鉄、ガンパウダー、ビンコ。ああ、うわー、これ爆薬重たいんだよな、結構。あいつまたかい。見えねえから。はい。はい。あれ、あ、出てきた。どっちだっけ。ここら辺だと思うんだけどね、今のところ。あ、あったあった。で、またかい、お前かい。なんとか全部引っかかってる。あ、いるじゃん。よし。よく見てね。よく見て。ああ。ちょっと待ってね。川の水は汲めないのかな。あ、何？材料になるのね。このコンテナーはどうなの？木箱。よし。よしよし。入った、またお前かい。はよ。はい。痛い。なんかいっぱい来たな。はい。はい。はいよ。くそー。止血しないとな、めんどくせえ。もう
たいるね。不意打ち。あそこも行ってみよっかな。酸素残量がねって。まあ待て待て。あ、やばい。そろそろもう限界だ。100いったね。走れんね、もう。さっさと帰還しましょう。何ボマーだと。危ない、ボマーさんも危ない。爆発しないからね。うん、ガチャ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 、さい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 さあ、だだだだだ、よし、オッケー。ね、マスターキーって。うん、怖い怖い。あ、今のうちだったらどこに戻れるか。あそこだもんね。いつだって全身全霊しのび倒せ、もっともっと楽しめよう、とめみんなに気づかれないように、いざ行けリドドラ。よし、オッケー。こちらで端末の同期をお願いします。ちょっと待って、ちょっと待って。はいよ。ワームホール転送装置の稼働を確認しました。イエス。これでこちらのエリアでの転送が可能になります。キャプテン。もう一点ご報告です。先ほど回収したメモリーボードに記されていた通信コードを探査、その結果コードを使用している端末の検知に成功しました。グッドラックの言っていたカロン部隊の生存者かもしれません。反応の検知場所に向かいましょう。それどこにいるのかね。ミッション目標が更新されました。詳しくは端末を確認してください。はーい。ああされてるね。じゃあここに行ってよ。じゃあよし、次だ。こっちだね、まっすぐこっちだね。おっとおっと、落ちちゃうだ。まずい、面倒なのはごめんなのでね。よし、さらば。不買やじ3000も手に入るだね。あれで回収するとそいつはいいな。あれこっちで合ってんのか。全然わかんないんだけど。お、お、あ、なんだ。
外に出れだ、ちょ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 、見えない見えない見えない、霧の中が、わけわからねえからな。いってらっしゃい。あ？あれだれだれ、あれだれ。はぁ、出たよ、あいつ。何？後ろからとは卑怯な。あっと来たな。カメラ。よし。あとは。あとはどこじゃい。トラッカーか、トラッカーが強いんで、さっきみたいに俊敏な動きをしてくるから。おはよう、おはよう明日お休み。あー、忍んで倒したかったけど、まあしょうがないよね。あそこにいるのか。お、なんだい、あいつは普通のやつだろ。見えないよ。バイバイ。発見、ヤギちゃん。羊か。ちょっと待ってよ。あ、ナイス。そいつは別にいいかな。おっとっとっと、お前ら来すぎなんじゃない。怪我は来た、レザー来た、いろいろもらい、いや、スキュール バイバイ。ヤギ肉くれ。おいどうした、あらー、いただき、バイバイ。あんなど真ん中になんかいるんだけど、道のど真ん中に草生えてるぜ。どういうことなのかね、グラマー。グラバー、ちょっと待て、お前もいんのかよ。痛い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 、ふざけんな、ふざけんな。ちょっと来すぎなのでは。痛い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 よ、うん、ストンピング。なんでこんなにいるのかね。あ、ちょっと、もう、こいつほんとわかんねえな。あと来てた、ででででででで、痛いっちゅうの。あー、もうダメだ、やかましいわ。もうはい、回収しようね。回収しちゃおうね。あー、くそ、なんか
打撲的なもんがあるだろ。いってえな、もう。湿布がねえとダメじゃん。くそ！まったくもう。あー、やめたー。あ、ここにいるのかな。お、お前に苦痛を与えてやる。お前が痛みを思い出すまでな。あぶねえ。仲間を呼んだな。上官、上官なのか。必ず来ると信じていたぞ。結局倒れるんかい。お荷物だぜ、まったく。近くにワームホール伝送装置の存在を確認しました。ああ、分かった。所持重量が限界に近づいています。なあ。このままでは行動に不都合が発生しますので、ご注意を。こっちか。ああ。TNT。ちょっと待て。あー、どうやって行くんだあれ。こう登っていくか。あれー、行けないね。向こう側どうやって行けばいいんだろう。下降りていかなきゃダメか。マジか。あー、危ない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 。マジで。よっ。うわぁ、もう。地にはハイエナ。こっちにはなんだら。ふっ。よし。リカオンだった。リカオン。どこじゃどこじゃ。リガオンどこ行った。大変だよ。まあいいや。あったあった。邪魔邪魔。リカオンじゃ。リカンって珍しいですね。めったにいないですよね。
そうかな そうかな、わかんないけど。あ、てかさ、またあれだろ、装置発動したらコミケが開催されちゃう コミケが。とりあえずこの人はここにかくまうしかないし、別に取りたいわけじゃないんだけど。よし、ちょっと待て待て待て。ここにノーマルフェンスを設置してだな。バーゲンセールはなんとか回避しろ。今からタイムサービスが開催されます。他はないと思うけど。しゃあ、起動すんぜ。来るかね？どこに来るのかね？どこにいるのかね？あ、来た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 、バーゲンセールが来た。おい。走らないでください。走らないでください。走るなっつってんだろ。走らないでください。頭いかがで 要回収、要回収。ああ、お、リコンが いただき。おっさん大丈夫かい？おっさん。おっさん大丈夫かい？って。おっさんの心配をする。熱の塊。もうすべてにおいても、指が壊れそうだな。材料ありったけど、もう、おっさん残して帰る。おっさん残して帰っちゃおうかな。で、上官残して帰りまーす。なことしね。机邪魔だな。よし。取れい取れい、取れい取れい。よし。帰るぜ、帰るぜ、上官。上官？上官帰りますよ。ふぅ。はい、上官。なんだ、グレネード持ってんじゃん。フラッシュグレネードのか、あれは。なんか言え。なんか言えよ。助けに来るのが遅いじゃないか、相棒。相棒だった。しかし、最後にマザーベースで会った時は、まだひよっこだったお前が、今は部隊を率いて、一橋のキャプテンとはな。驚いたぞ。ひょっとしてこれは、出来のいい夢か。かもしれんな。だとしたら全て納得がいく。これは夢ではありません。あなたは現在明確な覚醒状態にありだろ、バジル。私を知っているのでしょうか。俺がわからないのか。俺はこの世界に流れ着いた後、ここを調査していたカロン部隊に拾われて行動を共にしていたんだ。バジル、お前ともその時に会っているはずだぞ。私は何らかの事故が原因で、現在内蔵データベースの一部に欠損があり、カロン部隊の作戦行動時の記録が失われています。
そのためあなたに関する情報は持ち合わせていません。そうか。俺はセスという。セス。改めてよろしくな。セスだど。しかし、お前も災難だったな。と言いたいところだが。スニック。記憶を失っただけのお前や、俺はまだ幸運なのかもしれない。あの狂人に殺された仲間に来る。狂人、あいつか、さっき。狂人とは。さっきの人。ダンだよ。ダン。お前たちも見ただろう。俺をいたぶっていた男だ。ダン、ガドウケン。ダン、内蔵データベースに適合する人物を確認しました。記録によれば、カロン部隊所属の公平です。公平。そうだ。奴の強行で部隊は壊滅した。なんで。お前たちも長くこの世界で過ごしてきたなら、銃で撃ち殺された部隊の人間を見たんじゃないか。あれは全て奴の仕業なんだよ。理解不能です。そのような行動には合理的目的は何一つ見出せません。目的などないのかもしれない。奴は完全に怒っていた。この狂った環境のせいでおかしくなってしまったのかも。恩人であるカロン部隊の仇を討つため奴を追っていた。だがヘマをしてあのざまだ。ではグッドラックの言及していたロード・オブ・ダスト、破壊の鍵を握るカロン部隊の生き残りというのはあなただということになるのでしょうか。グッドラックがそんなことを言っていたのか。なるほど、そうか。彼は俺たちにできなかった仕事をお前に託したんだな。確かにこの地にはあのムカデ野郎に対抗できる兵器がある。ムカデ野郎。カロン部隊にはそいつを回収するというもう一つの任務もあったんだ。やっぱムカデみたいだよね。その兵器はこう呼ばれていた。サヘラントロプスとな。あれ、サヘラントロプスなの。メタルギア、メタルギアじゃん。メタルギアだったらまあ倒せるよね。やっとメタルギア出てきた。名前がな。メタルギアなんじゃないの。あれ。あー、なるほど、なるほど。うーん、遠い。遠い。あ、大川ギアがあるぞ。大川ギアで突っ切るしかないな、これ。あー、マジか。よしよし。ソニックブーム撃てる。ソニックブーム撃てるっておかしいな。アテントが。傷は深そうだ。ダメ。ダンモロ。ダメ。ガドウゲン撃っちゃうよ。ああ、あれ、疾風薬あるな。ちょっといくらか持ってくか。あ、ちょっと、ねマザーベースなくなってるけどね。まあもう一個の方にあるけどね。今はあれだ、ベノム。スネークがなんとかやってるでしょ。はい、というわけでまあ今回はね、この辺にしたいと思いますよ。次回ね、サゲラントロプスをね、回収しに行きまーす。それではまたのご来店お待ちしております。バイバーイ。すんげえ肺がたがってんな、この草。やだねー。